山本健とデリカットが初参戦の山本拓也と後楽園ホールで相対します。さあ解説のサスケ選手、はい、ウェザー級の3回戦です、はい、全日本チャンピオンからグラチャンへ、そしてシュートへ到達まで9年かかりました。シュート初参戦山本拓也、タイトルに向けて絶対に落とすことはできません。山本健とデリカット。さあ改めてサスケ選手、はい、まあ、山本健とデリカット選手、はい、まあ、かつて戦った相手ですし、山本拓也選手は初参戦ですけれども実績があります、はい、この2023年のフェザー級どんな動きになるのか見守っていただきましょう。見届けたいと思います、はい、まずは入ってくる、入ってくる、当ててくる山本。さあ最初から来ましたね山本拓也。ケントデリカット選手は左のストレート、はい、それから左のキックが強いですね。今ちょっとスイングしましたがタックル合わせました山本拓也。ケントデリカットの左に合わせて、そしてコントロールしていきます。いや、あんまり良くない形ですね。あの打ち気に来ている山本拓也に合わせて前に出たケントデリカットがこうタックル合わされるという形になりましたが、ね、山本拓也選手は打ち気に見せておいて下に落ちて、スラム、スラム気味に側頭部を落としていきました。このあたり澤田選手、山本拓也選手力ありますね。そうですね、ケントデリカット選手の送り手取ってるので相手もすごい動きづらいんだと思います。こうしっかりキープしてたら殴れるしテイクダウンもしやすいので、まずはこのクラッチ解除というところになるんでしょうが、さあここは山本拓也後ろで気を伺います。こちらはコブラ会陣営ですね。さあセコンドの指示も耳に入りながら山本健とデリカット、山本健とがさあ気を伺いますが、もう一度、これはサスケ選手、はい、こう山本拓也の方は、まあ、のダメージよりもコントロールして相手の気持ちをこう嫌にさせるというか、そうですね、コントロールしながらもこうよしよしで削り入れているので、はい、一発で効くことはまだないと思いますけど、はい、蓄積していくと、まあ、後にダメージになってくるので、うん、ケント・デリカット選手はこのポジションはあまり良くないですね。印象としても良くないですね。そうですね。さあまずはクラッチを切るというところなんでしょうが、はい、なかなか切れません。第1ラウンド折り返し2分30秒になりました。力使わせたい、力使わせたい、あえて腰を落として、そうですね、重心を下げますね。力使わせたいから、あえてリフトしかないから、リフトしかないから、そこ体重しっかり預けといて、されたらまた、ここは山本拓也の方は、まあ、力をある程度使ってはいると思うんですが、最小限の力でコントロールしてますね。要は疲れている位置がケント・デリカットにとっては嫌な位置という。そうですね、まあ、でもクラッチがこうちょくちょく外れてはいるので、はい、外れた時にこうちょっと瞬発力をぐるっと整体したりとか、うん、ケント・デリカット選手は狙いたいところですけど、やっぱり首を気にしてなのかあまりこう動けないですよね、はい、まあ、飛びついてバックから首、はい、スリッパーということですね。さあ整体して膝、この打ち合い雑にならないようにしたいですね。膝、そうですね、この左の蹴りがやっぱ強いので、左ストレート、左ストレート、タケヤ打ち合いになるか。そうですね、ここの体調をしっかりしてもう一回打撃戦に持ってきたいです。さあ組んだ、組みだ、さあ細かいパンチで対応する山本タケヤ、ケントデリカットも返す、さあ見合います、残りが1分。 お互い打ち合ったらちょっとどっちになるか分かんないですけどね。さあ組んでから
ここまでは山本拓也が形を作ろうという展開にも見えます。そうですね、山本選手がこの組んだ時にどれだけスタミナを使うかだと思います、はい、山本拓也選手がですね、はいはい、ただ今まで見た感じそんなに力を使っている印象ではないので、はいはいはい、まあ、もしスタンドに離れた時もあの打ち合いにはいけるんじゃないかなと、はい、あとはジャッジの目からすると山本健とデリカットがこう受けに回りすぎている時間が長いと、ね、今の時間もやっぱ金網に背中をついた、はい、ああ聞いた、腰が落ちる、さあ入ってきた、山本拓也が入ってくる、打ち合う健とデリカット、これ危ない、右目が晴れた、危ない打ち合いは避けたいですね。ちょっと右の眼下が腫れている、打ち合う打ち合う、残り時間がない、ね、どうだ、膝が落ちた、打つ打つ打つ、打ってくる、ね、どうだ、時間がほとんどない、これは上から落としてくる、ポーンだが本に救われましたね。これは1ラウンド終了の本、ちょっと山本健とデリカット最後は足元がおぼつかないようにも映りました。左右のフックから右ストレートですね。その後も打ち合いに出た山本健とデリカットなんですが、ちょっと右目のあたりも腫れ、急に腫れているように見えますね。うわストレート、うわ今度は左入りましたね。でなんとか組んでしのご、いやここも危ない、だいぶギリギリだったと思いますね、はい、これは本が先でした。よく倒れなかったですね、すごいと思います。いや今相当きつかったと思います。これはリカバリーがどれだけできたか、インターバル1分、これ山本拓也選手が勝負かけるのかとかも見事ですね、はい、ちょっと腫れたかというふうに見えたんですが、はい、まあ、さっきのラウンドでそんなにスタミナ使ってないと思うので、はい、うん、ダメージが残ってもらったら一気に畳みかけてもいいんじゃないかなと思います。さあ名イベント第9試合フェザー級3回戦第2ラウンドです。第1ラウンド山本拓也があわやというところまで追い込みました。山本健とデリカット追いか、ここから押し返すことができるか、ハイキック打っちゃう、もう来た、前に出る、フィニッシングに来る、いやーここはタックル、タックルでしたね、富田そうですね、打った痛みストレート、山本拓也2ラウンドで世界ランカー山本健とデリカット左ストレートで沈めました。うまかったですね。サスケ選手1ラウンド最終盤も、はい、まあ、本当にランカーとして意地を見せて粘ったケント・デリカットだったんですが、そうですね、パンチの打ち合いの時にケント・デリカット選手は一発大振りなのに対して、はい、山本拓也選手は2、3、4ってコンビネーションでつなげていたので、そこのちょっと差が出たというか、はい、一発打った後にガードがちょっと下がってる、浮いてるところに当てられてしまったっていう形ですね。さあということでメインがナックアウト、これは澤田千尋選手を見ててやっぱりこれだけ激しい試合になってると開幕戦にしてはすごいもう十分以上な大会だったなって思いますし、KO だらけですごい見どころたくさんでしたね。さあシュート初参戦で KO 勝利の山本拓也です。ありがとうございます。今回前回の敗戦からちょっと久しぶりの試合でいろんな人にこう、まあ、いろんなことをしてもらってめちゃめちゃ感謝の気持ちを伝えたくて、でまあ、こういう形で勝ててよかったです。で、まあ、そうですね、この応援してくれる皆さんに本当に、まあ、こういう形で感謝の気持ちを伝えられてよかったのと、あちょっと家族をちょっと挙げさせてもらいたいんですけど、
山本拓也選手が勝利の後も必ずと言っていくと家族の皆さんをケージあるいはリングに呼び込むという絵がよく見えますが微笑ましいですね、うん、控えめに感謝を伝えたいのが奥さんと子供たち本当にサポートしてもらって今日やっと、まあ、勝ててよかったなと思います。でお腹にもこう赤ちゃんが今いて赤ちゃんにもちょっとプレゼントできたなと思って嬉しいです、あとまあ山本健とデリカット選手すごい強くて大阪から来てくれて今日こんな試合をしてくれてありがとうございます。で、まあ、2位の選手倒したんで、まあ、ベルトをちょっとプレゼントしたいなって家族に思ってるんでちょっと考えてください。よろしくお願いします。これからも山本家族をよろしくお願いします。ありがとうございました。山本拓也をよろしくということではなく山本家族ということになりましたが、さあ佐助選手、はい、もう一番近くで見て今世界チャンピオンとして、はい、もうベルトの話ももう山本拓也選手から出ました、はい、環太平洋では1位が飯田武雄選手、はい、で今2位が山本健とデリカット選手、はい、で3位が中山隆選手、あと工藤良二選手4位と続いていますが、世界の方ではサスケ選手が世界チャンピオン、飯田武雄選手、山本健とデリカット選手、中山隆選手、工藤良二選手と、この辺りでも顔ぶれがほとんど同じになってくるわけですけれども、まあ、山本選手、健とデリカット選手が2位ということを考えるとこの辺りにランキングされる可能性非常に大きくなってくるんですよね。はい、そうですね。そうなるとそうあと何戦かはそれは分かりませんが、いやでもまあ KO で勝ってますし、はい、いきなりタイトルマッチをっていうのもありなんじゃないかなとは思いますね。環太平洋のフェザー級のベルトは今空位なんですね。そっちを先にやるのかそれとも、はい、まあ僕のとこに食いついてくるのか、まあそれはどっちか分かんないですけど、はい、まあどちらでもいいんじゃないですか。どちらでもいいんじゃないということはもういつでも準備はするよと、まあやれと言われればやりますね、はいはい、さあ2023年最初の大会で世界2位の山本健とデリカットに対して初参戦、アマチュアシュートでは優勝しました山本拓也が KO によるこれ以上ないというインパクトの勝利を挙げました。